T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。闘技場に着いたところです。サクサク進んでるね。さて、探索はそこそこにして、ボスをサクッと倒してミストを取る。そういう感じで行きましょう。ドクロの指輪は取らないの。基本的に使いませんし、取るとしてもレアリングを入手してからで、遅くはないでしょう。SW プレイでは大変お世話になりました。これがないとクリアは無理だったでしょうね。ほんとですよ。あれありきの企画でした。え、もうダイアナスキルにするの？そろそろいいかなって。ほんとはミストを入手してから、って逃げるものなんですが、タイミングは大きくずれてはいないでしょう。まあここの後だからね。じゃあナックルの出番は終わり。そうなります。あらー。短かったかもしれませんが、お疲れ様でした。悲しいわね。この上に隠し部屋がありますが、今行くのは至難の業です。え、可能なの？できなくはありません。ただ、その苦労に見合うかというと。あるのは花悪魔だっけ？そうなんです。どうしても手に入れたい人は、ここで頑張ってみるのもいいかもしれませんね。ここを開けておくと礼拝堂から来れます。ここは割と使うよね。開けておいた方がいいでしょうね。さて、あとは探索せずに、このままボスに行こうと思います。ほんとサクサクね。なんかいいでしょ。失礼します。また笑うだけ笑って。え、瞬殺じゃない？そんなものです。はい、終わり。切ないわ。じゃあミストを遠慮なくいただきましょう。そしたら即座に G の元へ。やることが早いわね。エレベーターがかわいそう。次はソウルオブバット。つまりコウモリ変身です。これで中盤に入った気がするよね。そうですね。ほぼすべての場所に行けるようになりますし、表のクリアも可能になります。そうか、もうクリアできるのか。まあこのまま行ったらバッドエンドですけど、それでもクリアはできますね。ここは本当苦労しました。魔法の SW も強かったよね。アーマードのみ男の強さが憎い。ただ納豆プレイではそこまで苦戦しない。これを見るだけでも楽だってわかるね。何の制限もなく攻撃できる幸せ。いや、それが普通だから。まあそうですけどね。ホーリーロッド。あれもいりませんから、
泣く泣くスルーです。泣くぐらいなら取ればいいのに。武士の意地です。武士？間違えた、剣闘士の意地です。まるでボクサーね。あながち間違ってはいません。さあ二人目のボス。こいつも油断すると強かった。やられてたよね。まさかでした。マッドマンも倒したし、あとは問題なく倒せるってものです。弱っ。本来こんなものなんですよ。縛りプレイするから難しいだけで。まあそうかもね。でもこのぐらいがちょうどいい気もします。少しくらいの緊張感はないとね。オッケー。さて、これでいよいよ中盤です。次の大きな目標は金銀の指輪集めです。なるほど。そのためにはエコーを取ってスパイクブレイカ、そういう手順が必要ですね。案外めんどくさいのね。改めて考えるとですよ、流れのままプレイしていれば楽しいだけです。まあ楽しんでいるようならいいね。今からすることは、まずハイジャンプを取りたいですね。そうか。オード系のままでいきましょう。よし。思い切って戻るか。え、マジ？ベアリングを取ります。高い高いをするのね。一瞬で戻ってくるのは精神的にきついですが、まあ仕方ないですね。Gも喜んでいるようで何よりです。わーいって。ゲット。ようやく装備が埋まるな。シークレットブーツかい。もちろん何回も倒してます。さて、火星脈に来ました。ここでサキュバスを倒すと金の指輪が手に入りますね。こっちは特に何も必要ないのね。コウモリ変身は必要です。これはまあ弱いかな。ここを飛ばないと届きませんからね。そうか、コウモリは必須なんだ。いらないのに癖で取っちゃう。なぜお食事券がこんなにあるのか。セーブはいいか。このまま行くんだ。まあ問題ないでしょう。珍しくゆっくり見ないんだね。たまにはサクサクと。私も真面目なところをお見せしないと。
強さ、そして美しさ。ああ、間違いないよ。あなたは悪徳様だ。夢の世界でも死を、精神も死を。抜けらのまま、永遠にさまよない。待って、お願い。ふん。ここだけセリフを飛ばさないよね。やっぱり聞きたいですから。結局真面目にはなれなさそうね。さて、そんなところで今回は終わりにしましょう。お、もうそんな時間。FF15 と違って月下は短いね。まあこれくらいがちょうどいいかなって。そうかもね。また次回からもよろしくお願いします。ノクタン。また見てくれたら嬉しいな。ノクタン。何その動き。